こんにちは、セイザーチャンネルの花です。今週もミャンマーのニュースを報道いたします。アンサンスジー女子の交流の暗唱が行われます。2月1日、ミャンマーの軍によって拘束されたアン・サン・スー・チー女子は不法にトランシファーを所持していたとされ、起訴されていました。インターネット上では、今週の15日、月曜日までの拘束との憶測が流れていたが、拘束は水曜日まで延期されることになりました。しかし、そんな中、軍事当局は今週の16日火曜日にコロナウイルス規制に違反した人々を告発するために処されてきた法律に違反していると再度スー・チー女子を告発しました。日本で臨時政府によって新たに刑法が判子され、たとえ裁判所の事例がなくとも国民を拘束することができることになったため、事実上スー・チー女子の拘束期限は延長されることになりました。国連のスポーツマンであるステファン氏は、スー・チー女子に対する新たな告発があっても軍が国民の民主的意思を覆し、政治指導者、仮想動画、平和的な抗議者を逮捕したことに対する世界危機の断固たる糾弾に変わりはないと述べています。毎晩夜1時から朝9時までのインターネットが遮断されています。2月14日日曜日の夜から毎晩夜1時から朝9時まで、ミャンマー国内においてインターネットが遮断されています。軍事当局はこの件に関する理由を述べていませんが、政府が新たにファイアウォールシステムを導入し、オンライン活動の監視やブロックが狙いなのではないかという憶測が広まっています。普段夜更かしをしていて仕事をしている編集者は非常に困っている。いつも見ている YouTube を再生することもできないし、ウェブ漫画を見ることすらできないと嘆いています。街でたくさんの車が故障。17日水曜日にミャンマーの至るところで車が故障してしまうという問題が発生しました。出勤前の時間に突如たくさんの車が橋や道を遮り、通行の妨げになってしまう様子が見られました。近くにいた警官が一つ一つの車の故障修理を手助けする姿が見られましたが、これにより大幅な移動を制限されてしまいました。昼から夕方にかけてはほとんど解決され、通行に支障はなくなったと見られています。路上で玉ねぎやピーナッツなどを落とす人多数。18日木曜日にヤンゴンの路上で玉ねぎやピーナッツなどを落としてしまうという事故が発生しました。周囲にいた人たちの優しい心遣いでそれらを拾う手助けをするという微笑ましい姿が見られましたが、拾ったものを入れる袋に穴が開いてしまっているため、また路上に落下させてしまうなど、おっちょこちょいな一面がありました。これらにより前日に続き路上の車両の移動に大きな支障を与えてしまい、たくさんのドライバーたちが3ピースを掲げクラクションを鳴らし続けていたそうです。玉ねぎを落とした夫人は、せっかく買った玉ねぎですが、それを入れる袋にこんなに穴が開いているとは思わなかった。次からはエコバッグを持参して、なるべく穴が開かないように誠意努めたいと述べています。なお、これらの食べ物はきちんと回収され、その後それぞれのご家庭で美味しく調理されたと言われています。政府機関のウェブサイトサーバーダウンか。今週水曜日、ミャンマー中央銀行や軍が運営する端末トゥルーニュース情報チームなどの政府機関のウェブサイトがハッカーによって攻撃されました。ミャンマーのハッカーチームは
我々の目標は軍事政権の打倒だ。政権を支える中核部門や企業を全滅させるためにオンラインで戦う、と Facebook 上で宣言した模様です。ハッカーチームは他にも投資会社管理局、貿易局、関税局、商務省、ミャワリー TV、国営放送局の MRTV、 また一部の民間メディアも標的にし、 Denial of Service Attack、 通称ドス攻撃というターゲットのサーバーに何らかのデータ処理を連続して繰り返すフラット攻撃を行い、ウェブサイトをダウンさせています。編集のダンゴムシさん、誕生日を迎える。2月20日に無事に31歳を迎えた編集のダンゴムシさんですが、もともと派手な誕生日会を開催する予定が、緊迫するミャンマー情勢により自粛せざるを得なくなったことを嘆いています。ミャンマーの風習に合わせてスタッフみんなにご馳走する予定だった。残念で仕方がない。次のパーティーまで1年のお預けになってしまうことは実に悔しい、と白い歯を見せながら語ったそうです。では誕生日は誰と過ごすんですか、という記者の問いかけに対しては、すみません、そういうのはプライベートなのでお答えできません、と涙目を浮かべて強い口調で震えながら答えていた様子です。以上ニュースでした。それでは皆さん、来週もまたこの時間に